皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。毎日 YouTube 配信頑張っております。今日チャレンジする一曲はちょこ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 ちょん、1995年の8月19日にリリースされました南こうせつさんの満天の星という曲にチャレンジしてみたいと思います。はい、こちら南こうせつさんのライブではいつでもね、あのライブの最後の時にまた会おうねみたいな約束の歌っていう感じでね、私も何回か聞いたことがあるんですけれども、はい、こちらの曲はやっぱり小堀さん、12さんがね歌っていて、私も久しぶりに聴いて歌いたくなりました。作詞が岡本おさみさん、そして作曲が南こうせつさんで、はい、サビだけのバージョンなんですけれども、すごく印象的なね、心に残るような部分、聴いてください。満天の星。ありがとうございました。マツカナチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。ねえ、こうせつさんも今年73歳 ?4 歳かなになるなのかな。ねえ、70代でも元気にね、こうやってライブコンサート活動もしていて、ねえ、本当に励まされます。ねえ、お体に気をつけて、これからも元気に歌い続けてください。はい、それでは松本かなかもね歌います。松本かな子クリスマスコンサートがございます。12月25日日曜日、鳥の目キャンプ場の中にありますリンリンという場所で11時から歌います。10時半からは新舞踊ショーがございます。そして11時半からは抽選会があります。ぜひぜひクリスマス一緒に楽しく過ごしましょう。ね、だんだん寒くなってきました。もう本当にね、気をつけて素敵なね、年末年始を迎えましょう。明日も元気に松かなチャンネルでお待ちしてます。それでは、あ、そうですね、三ツ矢さんね、はい、三ツ矢さんの方でもね、音どころ三ツ矢さんの方でも、はい、宴会ね、賜っております。はい、ぜひね、忘年会、新年会でご利用してみてはいかがでしょうか。それではまた明日、またねー。